やっほこんばんは、お久しぶりです。最近なんかできなかった、ショールーム全然帰ってくるのが遅くてできなかったんですけど皆さんドゥームズデイ逆転しました。わあ、ありがとう、嬉しい。なかなか厳しいかなって思ってたのに。アサディさん、クマさん、ありがとう。厳しいかなって思ってたのに皆さんが頑張ってくれたから。やりながら見る、もちろん。グッドグッド、本当に心強い。成田小日向陣営、陣営っていうのあれ、軍営っていうの、めっちゃ心強い。またかく、え、そう、本当変わったかな。でも今ね、ちょっと頑張って太ろうとしてます。歌唱力があるので増量した方が可愛い説ある。じゃあただいま増量中そう、増量した方がね、重みが出る、声に。なんかひな軽いんだよね、声が。私も今つけた、ドゥームズデイ。ドゥームズデイ配信ではないけどね、全然今日開いてないから。今送ってみる、トーク。やっほー、送ってみた。歌唱力の歌、なんだろう、なんだろう。そう、なんかね、太った方がなんかビジュアルいい説出てきた。あきちゃさん、くまさん、ありがとう、ありがとう。この間はめっちゃ減量したのね、ちなみに、あの撮影っていうかあれで、から元に戻した。めっちゃ痩せちゃったから元に戻しましたね。一発ルーム見てくれましたか。金曜当落なんだ、歌唱力。ボイトレ、ボイ、うん、ボイトレ一応知ってるけど、ボイトレっていうボイトレじゃないかな。そういえばさ、生誕祭をね、振り返ってないのよ、まだ。生誕祭以降ちょっと忙しくなっちゃってできてなかったので、久しぶりですね。もう生誕祭は覚えてますか。ね、ショートロングね、ロングも見たいんだね。今もう一回ロングにしてみたい。伸びら、でも伸びるのめっちゃ早くて、この間切ったばっかりなのに伸びちゃったね。生誕祭楽しかった。なんか大好きな人たちに囲まれてできたのが良かったし、スピーチも言いたいことをやっと言えて私ね、あんまりなんか理想がありすぎて誰にも言え、自分の気持ちを隠して冷静を装って活動してるけど、たまには行ってみようと思って行ってみた。最初で最後かもしれないビビベベさん、なにこれ、リングクマ、ピンク、かわいい、ありがとう。クマリングタワー、ありがとう。まだ喉がね、本調子じゃないんで、なんか風邪ひいてから戻んなくて（咳）ちょっとピンチ。にゃー、タワーありがとうございます、ありがとう。
ね、同期も泣いてたね。同期への愛も伝えたいなって思ったか。いつなかなか私みんなさんとかにもツンデレって言われますけど、ツンデレなつもりはないけど、なんかね難しい。思ってることを素直に言えないタイプなので、あの場を借りて言ったし、バーズはね、ひなの相談を聞いてくれてたし、いつもねひなのこと褒めてくれてたから、余計気持ちが伝わったのかなって思います。そう、アンダー21も選ばれました。やったー皆さんのおかげです、ありがとう。いつも応援してくださる方々のおかげなのでありがたいです、本当にありがとう。もうね、みんなさん期待してて、期待しててください。本当に可愛い系だから、いつもと違う私、本当にね、これコヒちゃんってなるきっとなる。あれはこうでこうでこうなんだよきっとびっくりするので、皆さん楽しみにしててね。歌もいい曲だよこの前初めて劇場に見えて、意外と結構めっちゃ笑う、笑うんですよ、笑うんです、実は隠してるわけ気で吐け気で平常でね。ひな、今日のショールームでやりたいことがあって、お悩み相談会っていうのをやってみたくて、なんかね相談をコヒちゃんに聞いてほしいっていう言ってくださる方が結構いて、あのインスタグラムのなんか募集とかでもたまに来て、だから皆さんのお悩みに解決できるか分かりませんが相談会をしたいと思います。どうですか、嫌な人、シーン、いい人、はい、やった、じゃあしましょうひなのじゃなくてみんなの段階でも、皆さん言っとくけどっていう、なんか言葉の選び方が分かんないけど、あの私結構あの INTP なのでINTP の T って結構なんか感情に左右されない人みたいな、論理的な人みたいな感じなんですけど、冷たく見えるかもしれないですけど、私なりの気遣いなのでご了承ください。 INTP って本当にさ、なんか MBTI っていう性格診断、16個に分かれる性格診断なんですけど、本当にね、ちょっと冷たい人間らしい是非相談がある方、相談ある人いますか、てかその前にね、いなかったらやってみない、是非人生の相談でも、私より生きてるかもしれないけど、ん、 INTP って調べてみよう。 IN 真剣な相談なのですが、今日の晩ご飯何がいいと思いますか。そうですね、私今日あのショールーム配信前にあれなんですよ、あのカレーを煮込んできて、煮込んできた、カレーを作って今配信しててカレーがいいと思います。バターチキンカレーを作りました。これから今、ね、ちょっと時間を置いてるので、ショールーム配信が終わったらカレーを食べたいと思います。夜寝れないです、本当にわかる、私もめっちゃわかるんですけど、あの私最近本当に寝れなくて、
朝の7時ぐらいに遅い時寝てて、本当にね、ひなも最近悩みなんですけど、でも別に寝なきゃいけないっていうあれがないから、寝なきゃ寝なきゃって思えば思うほど私は寝れなくなるタイプなので、眠くない時は本当にやりたいことをやる、そしてなんていうの、自分の頭をリセットする時間にします、夜はね。でもきっとそのうち眠くなるから電気は消しとくのがおすすめ。仕事中毎日眠いです、どうしたらいいですか？仕事中眠くなるのはもうね、そういう、それが人間の差がだよ。私も学校の時めっちゃ、学校の時だけすごい眠くて放課後めっちゃ元気だったし、それがもう人間の差がだから、それには逆らえない。どれだけ寝たとしてもその時眠くなるのは当たり前だし、その自分を責めないで褒めてあげる。仕事に行ってることでもう偉いんだから、自分を褒めてあげよう。イエス。そうで、生きてて偉いんだよみんな。恋愛中公演のお題発表毎回ゆういちってこと、そう、あのポジションの人がやります。あ、そう、みんなさ、あれ、あの研究生の場合はただいま恋愛中公演とかは、あのお題がね、前日に台本が送られてきて、その時点でもあのお題が決まっちゃってるので、前日の夜までにお題、劇場質問箱に投稿した方が採用されやすいです。ちなみに結構みんなその当日にあげてること多いんだけど、もうその時点で決まっちゃってるから、ぜひ参考にしてみてね。うん、そう、推しメンが決まらない自分にアドバイスください。推しメンは私にしてくださいっていうのがきっとね、あれだと思う、いい回答だと思うんですけど、やっぱり探してる時って見つからないものなんですよ。めっちゃ現実的。探そうと思ったらね、いないのは当たり前なんです。だから自然とできるまで待つ。私は直感タイプです。なんか動画とか見て、うわ、これこの人めっちゃ好きってなって、そっから深掘りしていくタイプです。です。なんてあって、 INTP、 おい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 、 INTP の性格読んでもいい？お、おんぴさん、かまさん、3連符ありがとうございます。かまさん、 INTP 型は論理学者型とも呼ばれ、物質の、うん、物事の本質を深く考えたり、難しい問題を解決するのが得意な研究者気質タイプだって。いな、周りからは頭の良さやユニークな発想の持ち主として一目置かれます。精神的に自立しており、どんな時でも冷静沈着に慌てず対応できるタイプです。物静かで控えめな性格で、他人とコミュニケーションを取るよりも一人であれこれ複雑な問題について考えることを好みます。人と話す時は目的や根拠のある論理的な話でなければストレスを感じます。だって。これでした。私 INTP の性格はこんな感じ。弱みからにこもる。愛情表現が苦手、喜怒哀楽が少ない。ひなや、
とっつきにくい冷めて見られる、人間味がない、活動的ではない、大丈夫そうこれ大丈夫そう、だってだってだってめっちゃ当たってるかも冷めて見られる知的で難解な会話が大好き、寝る前にスマホで調べ物をして止まらなくなる、これめっちゃひな、これめっちゃひな、悩みを人に見せないのは強い人と思われる、そうだってアインシュタインと同じらしいよこんな性格でした、でもわりかし合ってる合ってるかもしれない、面白いな、こういうのでも好きなんだよね、こういう性格診断落ち込んだそう、ひなのちゃんと同じ、久保ひなのと同じになった、そう最後の雨、こひちゃん理系じゃない、全然文系、めっちゃ文系超文系だよ、数学とかや、わかんない、科学とかもできない、ただの暗記がねできないんですよ、なんか国語とかだとその人の感情になってとかさめっちゃわかるけど、数学とかはなんか公式を意味もなしに覚えさせられるじゃないですか、あれってだってなんでこうなるっていう理由がないのにただ暗記しなさいみたいな、そんな納得がいかないんですよ語学暗記したことはない、でもいつの間にか頭にある Dooms Day のさシェルターの中身とか見れんの、あれ勝手に見られんの、めっちゃ嫌なんだけど、適当に置いてるだけ、ああいうの苦手歴史は好き、日本史が好き、世界史はそんなにできない、できなかった、あの興味があるものと興味のないものの差がね本当にすごい、なんか英語とかあと何だったっけ、現代文とか古典とかは90点台とか98とかくらい取ったこともあるのに、ね、なんだっけな、現代政治じゃなくて現代政治みたいな、なんだか政治みたいなやつと数学は20点とか、あきよきよさんタワーありがとう、ドームズデイ同盟頑張りましょう、ありがとう、嬉しい、きよドゥームズデー本当にみんながすごい、みんなも頑張ってるけど、頑張ってるけど皆さんが頑張ってくれてるからあんなに高くなった、本当にすごい追い上げが、やきよさんありがとわ、え外羽滑り台すぎん、大丈夫そう、嫌なんだけど、めっちゃ滑り台、そうだ皆さんあれ見ました、そういえばあの TikTok なのかな、あれ X だけにしか上がってない、あのとんかつのやつとんかつ20期オーディションの、そうインタビューのやつ見ましたか、私あれなんかめっちゃ真剣なやつかと思ったら質問がどんどんおかしくなってって
ってなりました。ひなだけ一人なんか変なこと言ってて、ね、そうあの日ね喉やられて声出なくて、もう最後の方声がねガラガラになって枯れちゃったんだけど、あの涙の表面張力ですって言って歌ってください、声出ないですって言ったら、じゃあ声出ないよこれカメラに言って、あの説明してくださいみたいな言って、 R1 がとか言ってました。喉ねなんか名残があって、なんか感知してないしないんだよね、そう喉に引っかかりがある感じ。そうなの。でも風邪はそんなに最後の雨リベンジしたい。ちょっとね一発ルームのカラオケ、あの外に響かないようになってて自分の声が分かんなくて後から聞いたらってなるんだよね。歌いにくいけどそれも経験、ありがたい。歌う機会が増えたの。一発ルームでもしか歌うとは思ってなかった。ちょっと歌いたい。ね、そうこれアカペラなのがさ嫌なんだよね。なんかアカペラじゃないのがあればいいのに。ちょっと真剣に歌うので顔を映さない。ここでこういうさなんかあるよね、こういうコンテンツ、あのみたいな。ちょっと今も超えてるか分かんないんだけど歌ってみていい？ほぼアドさん。アドさんってこんな感じなの？ヤッホー。ちょっと歌ってみるね。声出るか分かんないけど、出なかったらリベンジ3度目の正直する。あやアカペラ、さよならつぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく、悲しみ降り出す街中が銀色に煙って君だけ消せない、最後の雨に濡れないように追いかけて、ただ抱き寄せ瞳閉じた、本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない、しない、誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい。あーい、ただいま。どうこの価格どうですか？これなんで知ってんのってめっちゃ言われたこの曲。結構なんか昔の曲って言うのこういうのって。前の曲結構好きなんです私。そう最近ちょっとね声の伸びが良くなってきて、あの増量したからかもしれない。でもボイトレ全然できてないんだけど、まだね引っかかりがあるよね。なんかイエーイね、なんかそう最後の雨めっちゃ言われるけど、お母さんが歌ってる曲をねめっちゃ歌ってて、あのタッチとかわかる？呼吸を止めて1秒のタッチが、タッチとかレイニーブルーも最近言われたし、ミッシングとか、あと何やった？白い恋人たちとか、あのなんだっけ、歌うたいのバラッドとか
ね結構歌ってました。そうこの世代でこの歌うのは珍しいらしい。ひなの友達もみんな知らないっていう。いいこんな感じママはね何歳なのか忘れた。そんな感じ。1992年、生まれてない、まだ生まれてない。それ系の曲内緒内緒はそれ系じゃないかも。いや何年の曲なんだ分かんない。あとねあれも好き、あなんだっけ、ラブイズオーバーとか、うん忘れちゃった。ラブイズオーバー、わけなどないよ、好きです。でもさ、なんかいろんなこんな歌をね、友達とねカラオケで歌ってもね全然知らないのみんな。だから何この歌ってなるけど、ひなが歌って好きになったって言ってくれるのも多い。これは昭和歌謡なのね、なのかな、わかんないなも。何年の歌とか考えて歌ったことないからわかんないんだけど、歌ったりしてる。最近カラオケ行けてないんだよね。あ、お悩み相談忘れてたお悩み相談会だったやん、そういえばね。いろんな歌もし機会があったら歌いたいです。歌唱力と被んなかったらいたいです。成田小日向ちゃんと仲良くなる方法、え仲良くなる方法、みんな仲いいよ、仲はいいでしょ。でもやっぱ なんだろう、話す回数が多ければ多いほどラフにはなっていくよね。初対面でさすがにイエーイとかはできないけど、人生何週、一週目だよ多分。え、もしかしたら15とかなのかもしれない演歌歌えるよ多分。なんだっけ、でもね演歌歌うと子供っぽい、やっぱ声が。演歌歌手ってすごいなってなった。やっぱそんな上手くないんだよね。なんかさ演歌似合いそうとかめっちゃ言われるんだけど、ひなが歌うとやっぱね深みがないんだよね。喉が痛くなった時の対処法は、私は劇場の時とかに声が出なかったらよくやるんですけど、お水に龍角散を入れて、ファンの人に教えてもらって龍角散を入れてうわーって振ってそれを飲んでます。結構それするとなんかね喉の通り良くなったので、教えてくださったファンの方ありがとうございます。あのオンライン話し会でなんか教えていただいて、え、めっちゃ有力情報ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった、それ教えてもらえて。糸歌える、歌える演歌の歌詞忘れた、なんだっけ、うん、津軽海峡冬景色とかしか歌えない。粉の龍角散じゃない、飴、めっちゃ飴、飴溶かして飲んでます。なんか普通に飲めるよりなんだろうね、めっちゃいい。渋すぎる渋いよね自分でも最近の曲本当に知らなくて、
なんか困っちゃう逆に。龍角散様様です、様様。でもね、あのオーディション番組とかの歌は聞くので、韓国の方が最近の歌は知ってる。さっき豊さんは I love you とか歌ってましたね、高校生の時。最近本当にカラオケ行ってなくて全然歌ってない。今ねオーディション番組がやってるんですよ、アベマさんで、アイランド2っていう。めっちゃ面白くて、今日何曜日、火曜日だよね、あと2日、木曜日の楽しみです。私のカラオケが上手くなる方法、曲をたくさん聴いて、カラオケは音程が合えばあのね上手くなるし、上手くなる。あとね、あのテクニックを入れたら高得点になります。皆さん入れようと思ってなくてもしゃくり入っちゃうんだよね。めっちゃしゃくりする歌い方。サウタージめっちゃ歌ってました。ティナオンに猫こやいこまおよん、サウタージとかめっちゃ歌ってた。よくカラオケで声出しで歌ってます。声めっちゃ出やすくなる。あと私アンレームさんのアンレームをめっちゃ声出しで歌います。女性と男性どっちが歌いやすい？男性の方が歌いやすいです。私声そんなにね音域高くないんですよ、実は。低めの方が得意。ひゆかさんの部分は当たったことない。アンレームのアンレーム、え、でもあれってさ、あのカラオケじゃなきゃさ歌えない。最後の雨91点を私が95点出した時はビブラートと拳を入れまくった。多分アンレーム歌詞講座絶対いらないよね。歌詞出てこないんだけど、アンレームアンレーム。出てこなかった。出てこなかった。あ、何これ、ハート？リナオンにハート。こんばんは。サイちゃんがアンレームの時のビジュアル、コヒーが褒めてくれて嬉しい。そう、可愛かった。あれな、アンレームは英語の SAE 推しです。英語の SAE 推し。ユイが怒りそう。なんでユイじゃないのって言ってきそう。今日アンレームなんかやってたの？あ、握手会この間やってたよね。なんかあったんか。フェス？今日フェスなん？絶対暑いね。ライブなんだ。サウダージ。そう、なんか最近ね、あの迷ってることがあって、18期で私だけ TikTok を始めてないんですね、実は。7人だけ始めてて、私だけ始めてないんですけど、始めようか迷ってるんですけど、 TikTok のやり方が分からなすぎて、あのおばあちゃんなので20歳ちょっと TikTok なんて分かんなくて。どうしたらいいですかね。流行りとか本当に分かんないんですよ。ハンガーの上をさ、あれってもう流行りすぎてない？絶対可愛い。本当、こんばんは、こんばんは。歌ってみたね、歌ってみたもしてみたい。なんか TikTok だったら歌 OK らしくて、歌ってみたしてみたい。でも TikTok ちょっと撮り方とかわかんないんだよね。
ないな。18件入るんだよ。ちょっとそうかもしれない。そうなのかな。始めたい、始めてみたい。サウダージ歌ってみる。え、なんか歌ってみる。あの多分合同アカウントだと思うんですけど、どうやってやってんだろう、みんな分かんないな。もうアズにね聞いたけどまだ返事来てない。アズ返事して、アズ返事して。研究生アカウントだから研究生しか多分使い方分かんないと思うんだけど、始めてほしい。本当見たい、ひなの TikTok なんて。多分おもろい、笑っちゃいそう。なんかひな、それも苦手。アズとね最近ずっと LINE してるんだけどさ、 TikTok の返事来てない。見たい、本当見たらいいねしてくれる、みんな需要ある、本当に。そう、ひーさんと TikTok やったけど、あれ初 TikTok ね、あれ多分初じゃないか。知ったかぶりとかで踊ダンスとかはあるけど、皆さんが見たいって言うならいつかやってみますね。あずちゃん返事早い、めっちゃ。おひちゃんやっていくと、ぼぼしぼ、ほんとちんちゃろ。18期で一番返事遅いのは多分私多分私、2日後とかになっちゃう。サウダージ歌ってみようかな、さっきと同じ画角で。この画角が気に入りすぎて、今日の服装がなんか映えるね。どう。え、そう、アズと一緒にね、なんかポケモンのやつアズやろうって言ってくれたんだけど、ちょっと気恥ずかしい、こっぱずかしいっていうのあれ、気恥ずかしくてできなかった。未読無視ちょっとね LINE 見づらい。そう、これどう、この配信スタイルどう、これから毎日これでもいい。誰やねんっていう。ちょっと歌ってると真剣な顔になってしまうので、いきます。え、サウダージがいいのかな、本当にさっきサウダージって言ってたけど。映った。ちょっとでもサウダージこそアカペラだとさ、かっこよさなくない、あれ。え、どうしようかな。あの途中から歌うね。さすがに最初の早いところをアカペラだと多分おもろいことになる。涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、その雫ももう一度飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸に飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸にとどまり続ける。え、待って、カラオケじゃないとちょっと音程わかんないや。凛とした痛み胸にとどまり続ける限りだっけ。え、わかんないんだけど、音源流したい。涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、その雫ももう一度飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸にとどまり続ける限り、あなたを忘れずにいられるでしょう。許してね恋心よ、甘い夢は波にさらわれたの。いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。ちょっとね、やっぱカラオケがいいな。いつかカラオケ配信も全部全曲できるようになったらいいな。なんかさ、たまにさ、めっちゃ暗い部屋でさ、マイク持って音源流れてみたいな TikTok を見たことがあるんですけど、 TikTok なのか YouTube なのか分かんないけど、ああいうのやってみたい。ね、アカペ
ペラってちょっとむずい。インスタライブだとできんの？あのマイクみたいな、なんかさ韓国アイドルがパソコンみたいなのにつながってアカペラの歌ってなんかやっぱ音も込みでの音楽だからなんか魅力が半減しますね。ああカレー食べたい、お腹すいた。最近は韓国の曲だとあのカラオケボックス配信ってできんの？カラオケ配信ってできんの？ダメって言われたよひな。なんだっけな。これやあのアイランド2のね。曲が好き。できないって。権利は難しいね。多分ねダメって言われた前。ダメって言われたの。歌詞出てこない。ねえ読み方わかんないんだけど、アイワリーアイランド2って書いてる。ちょっとわかんない。読み方がわからないです。あのアイランド2のオーディション曲、オーディションのオリジナル曲みたいな。歌いたいんだけどさ、やっぱこれってアカペラだと意味ないよね。めっちゃ好き曲調が。ジャムアクスオッケー。ヨーニーサラハコマカトゥンサイナノエマジバヨジャラヌノエライ。ウリシェノムマリワボリョンナバチョグナスルプジマン。チョグンアルナケトゥンレSo goodbye, have a nice day. 단 하나만 기억해て I always love ya. っていう歌なんだけど、知ってる？知ってる人いないよね、きっと。面白いから。で、I always love ya. この歌が最近好きで聴いてます。なんかすごいね、なんか裏声と地声とミックスと全てがこうある曲の方がなんか私は好きで、もちろんね全部地声でこう圧を感じる歌もいいと思うけど、ひなは全部なんか使い分ける、エッジボイスとかも全部使い分けるような曲がすごい好きで、この曲すごいの聞いてみて、ぜひ興味がある方は。ゼビちゃん好きな、推しは言うとちょっと投票なので、なんか言っちゃいけなかったら困るから。そういえば今日10時半までです。カレーを食べなきゃいけないので。お腹空いてきた。知ってるの？サンキさんお会いしたことないです。全然人気はないですよ。そんな、わっ猫ちゃんありがとう。ゆっくりゅうさんバターチキンカレーだよ。
カレーはね、ひな辛いスパイシー系、スパイス強めのカレー苦手で、バターチキンカレーは牛乳が入ってるので食べれる。牛乳多め。細かくうさい味巻きおしゃらぬのえない、うわぼりょんなばすぐじんな。大会は曲はもう決めましたけど、結構難しいから、結構難しいから頑張るね。でも皆さん本番に弱いんだよね。本番になるとさ、震えてさ、声が裏返るの。お風呂の中が一番うまいまだね、なんか環境に慣れてない、歌うなんかステージとかで歌うとさ、違う音まで入ってきて、なんか歌いにくくなっちゃうんだよね。聖徳太子さんなのかもしれないひないろんな音が聞こえるんだよね、めっちゃだからアカペラの方がうまくはあるかもしれない会場にそう、いろんな音をね拾って、なんか機械なのかもしれない、ひなの耳って。機械なのかもしれない。ヒント、難しい曲です。ネタバレはなしで、まだ23時59分まで、あの受付申し込みできるので、ぜひお願いします。匂わせしないですしないでーすこんばんは。ひなの耳、ね、なんか近いところだとねそんなに良くないんだけど、こう遠くから聞こえてくるっていうか、なんかね不思議不思議。研究生曲はもう聴きました、もちろん。めっちゃいい曲です。私ひと泣きしました。もうなんかすごい歌詞が良くて、歌詞が良くて、なんかめっちゃね自分に重なって、泣いた、涙した。めちゃくちゃにさびの歌詞がめっちゃいいです。あと私のパートの歌詞がめっちゃいい、めっちゃ私自分に重なる。楽しみにしててね。あと夢見てごめんもいい曲です。可愛い系。私はどこにいるでしょうか。楽しみにしててね。いつ出るんだろう。わ、星ありがとうございます。やばい、あと10分だ。今日話したいこと話したかな。きっと話したはず。ドゥーザダンスね。ドゥーザダンスはもうサビ全部私のハモリが結構聞こえる。ハモリが分かる人には分かるはず。めっちゃね、ひなのハモってる。ドゥーザダンスっていうのやったことあるっけ。コンサートぐらい、コンサートぐらいじゃない。そんなことない。びっくりした。でもドゥーザダンスだっただけなのに新曲歌っちゃったかと思った。びっくりした。怖い怖い怖い。星ありがとうございます。コンサートでやったことはあるけど、あとあの新曲披露の配信で。
do do the dance ここで伝ってるのは野暮グルーヴに乗り上がれるさ do 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 the dance do 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 the dance どうすりゃいい覚えてるもんだね do the dance踊ってなさすぎて下優さんありがとう星が消えないうちにね星が消えないうちにはもう神曲だよあれは星が消えないうちにリリースしよう時間つくこれ多くないめっちゃドザダンスもこれあるし星が消えないうちにもこれあるしああちょっと TikTok 本当にどうやってやんだろうみんな帰ったパーティー屋上に残った二人きりテーブルに置いた空のグラス何を入れる初めて会った君は何回も待っていたようでなぜなか気がね、写真もね、そう、全員分ついてくるのでぜひ皆も頑張って地引きしてください。ちなみに私、オタク時代は地引き運めちゃくちゃ強くてほぼ地引きしておりました。イエイ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 地引き運強めね、アママコーデの日最後だよね、今回の発売でぜひ来てね。7月13日かな、まあまあこうでは。ロングヘア？だって伸ばす？頑張って伸ばすか。こうやってくき。ぜひお願いします。でも来たい時に来てね。ぜひぜひぜひ。ね、ひながロングヘアになったらみんなびっくりしちゃうんじゃない？誰？誰？あ、ゆりこひな警察もね7月14日あるのでぜひ来てね。4部がおすすめやで。警察まだ話してないぜひ来てくださー。警察ってかっこよくなる？大丈夫かな？ね、いつかサエともお揃いしてみたい。急に今思った、ね、これさ、ここにさ、ひなさ、なんかこれね、赤いのあるの。これさ、治んないんだよね。あの、ファンミの時からこれ写真に写ってるんだけど本当にね、治んない、この赤いの。頑張って治ってよ。ゆなちゃんの服どんなになるかな。え、これ虫それじゃない、黒じゃない、なんか水膨れみたいになって潰れたらこうなった。やけどみたいな。じゃあランキングを読みます。こいちゃんの公式嬉しい、ありがとう。13位、ライカさん、ありがとうございます。なんかキツネ柴犬、あ、ランキング変わっちゃったんだけど。ライカさんありがとう。もう一回13位、カエさんありがとうございます。シナモン。12位、トモア、トコヒタン推し、ありがとうございます。11位、ひたゆうさん、ありがとうございます。10位、よくりゅうさん、ありがとうございます。9位、あきちゃさん、ありがとうございます。8位、えすなしさん、ありがとうございます。
7位いたず隊長さん、ありがとうございます。6位ティナンにイボンチュマレボジャー、こんばんよ。5位2833レッドブル、スパサを授ける。4位音符さん、ありがとうございます。音符、え、音符どう、音符できない。3位アサディさん、コヒラーブありがとう。はい、2位キヨキヨさん、ドゥームズデイ同盟頑張りましょう、頑張りましょう、ありがとう。1位ビビベベさん、ありがとうございます。あ、ハートが見えない、ありがとう、ありがとうございました。久しぶりのショールーム配信ね、もう今シングルのお話し会が始まるなんてあっという間だ。配信ありがとう、こちらこそ来てくださってありがとうございました。私はカレー食べて練習して寝て明日もレッスンに頑張りたいと思います。 Goodbye, see you, おやすみ。まだあと2分あったね、早く読めちゃった。おやすみかかかか。今日は早く寝れるかな、早く寝たい。昨日はね5時半ぐらいに寝た。でもちょっと早くなった、この間7時だったから。え、本当に遅い時8時半とかで、朝のもうね日が昇ってる、本当に昇ってるどころじゃない、もう朝、本当に朝寝られないんだよね。インスタのストーリーに上げてくれたレッスン場の写真、あれね結構めっちゃ好評で、すごい反応が来た。そんなに良かったかな、あれ。ゆいには疲れ切ってるって言われたけどあれ良かったかな。早くあの髪型だ、なんか前髪ないのがさ好評だよね。どうやってやったんだ、うん、できない。あれはレッスンのあれです、レッスンの勲章っていう感じ。ちょっとセットしちゃったからもうできない、できないですね、できなかったです。この滑り台具合本当にもうどうにかしてほしい。ビヨン、ヘッドホンつけたらこうなっちゃうんだよね。そうひな、めっちゃ卵、おでこめっちゃね、あのマサイさんにおでこめっちゃ褒められたんだけど、グーンってグイーンってなってんの、おでこの、おでこが。うんうん、ならないならない、うまくならないです。ということでボサボサでーす本当大丈夫、これこの自撮りはちょっとボサボサすぎないかそう、顎を褒められ、え、顎褒められたとこしか映ってないな、あれって。なんか横顔がめっちゃ綺麗って褒められて、横顔とか嫌い。ではカレーを食べてきます。バイビー、おやすみ、ぴょん。